こんにちは、カロス企画の阿部ちゃんです。そして花です。なんかもう痛々しい姿の車がいっぱいあるんですけど、はい、これこの間紹介しましたね。そうですね、あの BRZ のやつですよね。そう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 。いやほら、この間あの同じまたスバルですけど、うん、XV でしたっけ、15でしたっけ、あ忘れたんですけど、あれほらなんか魔法のような修理したじゃないですか。覚えてますか。あんな足回りがなかったのに、あんなボロってなかったのに修理するらしいんですけど、なんとこの BRZ も治っちゃうらしいんですよ。あ、だからこの動画を撮ってるってことなんですね。そうそうそう。でほらもうこの車なんかここもう柱ぶち当たっちゃって、足回りももうねガッタガタですよ、うん、もうこれ走れないです。まずやばいですよね、はい、でなんかねこれのドナーか、さすがにこれ単体で直せないんで、こう移植ドナーカーがなんか入ったらしいんですよ。でもうそろそろね入庫してくれるらしいんですけど、どうなるんだろうな、ちょっと気になるな、どんな車が来るのか。この車のために入庫する、そう入庫する車があるらしいですよね、なんか贅沢というかなんかすごいな、ね、でも結構ねこの車台数出てるから、あどんな車が来るのか楽しみなんですよ。しかも更年式ですから、あれ来たよ、走りが、あれ来たよ来た来たあれ来たよ、ドナーか。確かにスバルのロゴがあります。あ同じ、そうっすね同じだ。あれ見たことある人があーちょっと大丈夫ですか。え確かにちょっとなんか割れてるヘッドライト。うん、この新車どうしたんですか。この新車は買ってきたんだよ、ピカピカの買ってきたの。わざわざ、はい、あの遠いあの業者オークションから。あこれはオークションから買ってきました。はいはいはい。ほらうちもほら最近あのなんかこう見てもらうと、そうそうそう、事故車買取専門店になり下がりましたから。やらかしてる車多いですもんね最近ね。そうそう、なんかもうこういう車うちに持ってきちゃダメよ。うち持ってくるとほらやっつけて直されちゃうから。はい、はい、でまたさっきもお話したんですけど、うん、なんかこの黒い車も、うんうん、いやでもこれどっちをね直すかって言ったら同じ事故車ですけど、うん、あこっちがドナーでこっちを直すってこと、俺思ってた。でこっちの方ほらまだ車の形してるもんね、うん、全然ベシャーって、まあ、動かないからね普通に。そうそうそう、はい、そうですね、こっち動かないからね。そうこっち動かないからね。内装直せばこれグリーンの、じゃあこの車を直すために買ったっていうことなんですか。いやまずあっちの車を直すためにこっちの車を買ったんです。明らかに向こうの大変そうだよね、ぶつかってるし。これ なんでですか。これだってちょっと直せばもう直りそうじゃないですか、青い方は。これ、もう違うんですよ、はい、これね、うん、こっちは、はい、あのいいとこの出なんですよ。出たこの間のこっちまたこっちはちょっと暴れ屋の出なんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。何が、ね、何が違うんですか。違うの、育ちが、育ちが違う、育ちが、え、うん、違うの、どこが違うの。車にもあるんですかそういうの。育ち、まあこの間のニスもほら限定車だったから、うん、そうそう、あれだけど違うの今回は、ね、はい、どっちが価値があるかって言ったら、はい、こっちなの。もうこんな明らかにだってぶつかってるし直すの大変そう。もうやさぐれ感がやばいですよ。この辺直すとね、そうそう、バンパー交換してね、そうですよ、ヘッドライト交換してね、うん、ちょっとバンボンネットも直さなきゃいけないけど、はい、まだこの辺のドアとか直せば後ろの方が無事に動く車だし、全然こっちの方が、うん、ちょっとあまり理解できないかな。しかも動くしね。うん、そうそう、バンキャンさん的にはこっちの楽かな。いやそうですよね、うん、こっちは大変だよ。いや絶もう見るからに大変。タイヤこうなってるもんね。ここだけじゃないからね、はい、大変ですよこれ、うんうん、これどこにあれなんですか、旨味あるんですかこの車は。こっちはね、はい、何がいいかって言ったらね、はいはい、走行が少ない。あーなるほどね、もともとのね距離が、しかもね、はい、オートマとマニュアルなんです。あそうなんだ。そうなんだ、決定的な違い。なるほどね、みんな最近オートマ買っちゃう人いるじゃない。いますね、ね、はい、オートマ売るとき安くなっちゃうからね。みんなマニュアル買いましょうね。
でもみんなこの世はオートマ、この世はオートマですけどね、スポーツカー業界はほら AT 限定とかつってさ、はい、みんな取っちゃうから。そう、あ、私はなんかAT 限定なんで、うん、オートマでお願いしますとかつって、はい、なんかあの心当たりある人今ねカメラ撮ってる人ちょっとぐさってきてますけど。そうそうそうね、スポーツカーマニュアルがなくちゃダメなの。そうです、その通り。うん、オートマじゃ、まあスポーツカーはそうですね、マニュアルの。なんでオートマ買っちゃうの、うん、オートマの免許しか持ってないの、持ってないんだったらスポーツカー持っちゃダメ。ダメ。いろんな人を敵に回す。最近いいやつありますけど、うん、基本的にはね、うん、マニュアルじゃないと。最近言うんだよ、だってスーパーカーだってオートマしかねえだろうとかさ、そうそうそう、 35GTR だってオートマですからね、オートマしかねえだろうとかってさ、そうそうそう、お前そんなことばっかり言ってると本当に会社傾いちゃうからな。この車だってもう売ってねえんだから、もう、うん、今ね、そう、生産がね売ってないの、更年式なのに生産終了、はい、生産終了っていうか中断ね、中断、うん、中止、今販売中止。それはあのメーカー側のもん、そうそうそう、これと同じあのトヨタでも、うん、86って車あるでしょ、うん、似たようなやつありますね、生産、うん、停止、え、販売停止。じゃあ新車出ないってことなんですか、ね、買えない、出てるイメージが、ね、大人の事情で、そうそうそう、うん、売れなくなっちゃってる、はい、売りたいんだけどね、かわいそう、うん、ちなみに、うん、例えばなんかスポーツカーでオートマの方が高いよみたいな車あったりするんですか。ない、ないんだ。もう断言、即答。即答だ。だいたいね、はい、まあスカイラインもそうだけど、はい、オートマ買ってくるじゃない、はいはい、例えばターボなしのオートマとか、はい、大体マニュアルでターボ付きにされちゃうからね、乗せ替えちゃいますね、みんなね、確かに。そう、だからオートマは、うん、あの駆逐される感じ。世の中とは逆の流れなわけですね、我々の業界ね、まあ、オートマの方がね程度いい車多いんだよね。あね、そうですね、優しく乗られてるから、お父さんがねずっと乗ってたとか、そうだからボディコンディションはすごくいいから、はい、オートマ買って、うん、マニュアル乗せようかなっていう人も、はい、まあ、分からなくもない、うん、まあでもね、乗せ替えようとしてもパーツがないんですわ、これがまた、うん、高いから、またないね、うん、うちから一切乗さないからね。そうそう、いいやさんよ、この間まで乗せ替えキットあったんですけど、うん、もうバラさなくなっちゃったから。そうそうそう、もう出さない、もう抱え込むだけ、はい、残念です、はい、残念です、直せません、はい、じゃあ、はい、え、うん、で、これちなみに、はい、どこまで直すかね、うん、後で見せますから、はい、どんな感じになると思います、これ。じゃあこれ簡単にビフォーアフターみたいな、ね、そうですね、この状態です、タイヤが、タイヤがバンザイですよ、ハの字してる、そうそう。どっち走っていいんだか分かんなかった。確かに。そう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 、はい、これでも治るんすかこれ。え、これもう引っ張るとかそういう、いや、そういうレベルじゃないよね。違うの、違うの、はい、トラスト規格はやっつけ修理するから大丈夫。出た、またこれはね、6割ぐらい、いつもは7割な、うん、多分8割とかある時あるんだけど、そうですね、今回ね、6割です。あ、6割なんだ。予算の、予算が足りなくて。あ、なるほどね、今ね、傾いちゃってるから、ほら。何がですか。トラスト規格、トラスト規格傾いちゃってるから、ほら。あ、斜め上に傾いてると思う。6割しか作業できないんです。これ買ったのに6割なんですか。そうそうそう、これ事故車をね、オークションから買う会社なんですよ。わかります、どういう意味だか。ね、普通に買取専、事故車買取専門店は買った車をオークションに投げるんですよ、ね、そうですよね、投げて、うん、ね、その車を売って利益取るわけじゃないですか、うん、その利益取ったやつをうちが買うわけですから。どこに売った方がいいかわかるでしょ。、うん、そういうことですよね。ここが言いたかっただけなんだけど、ね、あ、なるほどね。みたいな並びだ。その中間のね、あれはもったいないよってい う, そう業界の闇ですから。はい。普通にが自己車買取専門店のが高いと思ったら大間違いです、うん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 、全然うちのが高いですよ。おー、これはね、言い切れる、うん、言い切ってますね。これはね、ほら、なぜ言い切れるかっていう、うんうんうん、実績です。はい、その通り。だから買ってますから。この間も FD 目いっぱいになっちゃって。ね、本当ですよね。そう、だってほら、思い出してください、目いっぱいになっちゃって、はい、
全く儲かない。心配。お客さんにとってはいいけど、お客さんびっくりだよ、お客さん多分そんな高いのみたいな、みたいな、予算いくらしかしてねえのにみたいな、はいはい、うん、そう、倍も出しちゃうのみたいな、儲かんねえそれじゃな。やりすぎだ、やりすぎ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 、まあでもほらにやりすぎちゃう時あるからね。はい、この企画はこれ受講者買ってきてもこういう用途がありますから、うん、ね、そうそうそう、普通の会社もオークションにバーンって投げるだけなんで、はい、でこの車を直すのにこの車使いますよって言うじゃない、はい、で普通の人はこの車直すのにこの車もう必要でなくなっちゃうパーツあるじゃん、それどうにもなんないわけじゃん、思い、うんうん、ました、それをね、こう細かいところも、うん、ヤフオクで、ああ、めっちゃいい商売。この子はもう余ったものね、はい、余ったものはパーツとして皆さん、ね、あの皆さんに供給できるし、はい、まあ、同格もしてるからね、ちゃんと動かして、ね、動かしてますもんね。そうそう、動かして同格してるから、あの保証付きで販売できる。めっちゃいいじゃないですか。そう、ジャンクではなく普通に完璧に。そういうことができる会社なんで、素晴らしい。事業者も高く買えます。おこれね、別にスポーツカーだけじゃなくて、うん、普通の、ワゴン車とか、うんうん、セダンの車とか、高年式の車は、はい、基本的に高く買えます。あ、この間言ってましたね、はい、高年式の事故車、うん、高く買えます、はい、体重の重いものも、はい、最悪5万で買えますから、ね、バリケード用でね、買えますから。いやもう、でも結構もうたまったんじゃないですか。いやほら、だから言ってたじゃないですか。ダメだよ、すげえ遠くの方の人でさ、5万で買うっていうからさ、はい、いやいやいや、来てくれたらねっていう話ですよね。コートに出せなくちゃいけない。ちょっとやめてもらっていいかって話になっちゃうんだけど、あの基本的には、はい、あの買えます、はい、まあ。5万円のやつは極力持ってきてくださいって感じですよね。まあ取り行くときもあるんですけど、そうなんですか、ついでにね、ついでで、そんな遠くなければ、はい、そうそうそう、いや驚きですね、絶対こっちだもんね、直すならね、え、直すところ、直すところ大体どういうところなんですか。え、足回りをまず直さないと走れないんで、これ走るようにします。すっげー、走れるように、そこが一つ、そうそう、これ動かないじゃないですか今、これだと、うん、だから動くようなところまで持ってきます。持ってく、はい、幸いエンジンは無事なんで、この車ね、これ、ほんと後部使ってるからエンジン全然、エンジン全然大丈夫、何の損傷もないのよかったね、全然ぶつかってないの、うん、見てこれ、ほら、エアクリーナー割れてない、これ全然大丈夫、後部使ってるから、はい、だから、こっちの車が直ったところをもう一回動画で、そうですね、はい、でもこれ色違うじゃないですか、色なんかいいとこ気づいたからさ、色違う、いいなんかめっちゃあって言われた、どうだっていいんだよ、色なんか何色だって、そうなんだ、そうピンクじゃないからさ、あ、まあね、そうそう、ピンクはダメなんだ、ピンクでやると安くなっちゃうから、ピンクで、ピンクで車って、この間もあったんだけど、ピンクの車、ピンク安くなっちゃうからダメだよ。自家塗装はダメってことですか。ピンクダメだよね。ピンク。もう何か意図を感じますけどね、この言い方に。ダメだよ。ちゃんと黒とか白とか青とか見せてもらっていいですか。なるほどね。はい、人気色。ね、はい、そういう感じ。そこは混ざってても大丈夫だと。そうそうそう、じゃあこれ混ざっちゃう感じ。混ざっちゃうかもしれない。はい、あ、それはそれで楽しみですね。トゥートンになっちゃうかもしれない。トゥートンからなっちゃうかもね。なるほどね。はい、はい、大丈夫ですよ。はい、まあ、ということなんで、うん、前回紹介したこの奇跡の事故車がどのぐらい再生するかね、うん、あの次回また収録しますんで、皆さんぜひお楽しみに、うん、買い取りしたお客さんにはこれ直さないって言ったからね。あれあれお客さん見てるかもしれないけどびっくりしてるかもしれないですね。っちゃう、直すんじゃなくて直しきれませんから、うんうん、途中までしかやらない。なんつうんだろうそれは。え、まあ、やっつけしリハビリリハビリって言われるよな。何言ってんだよな。あのよくあの中途半端に直してて三日没的な感じで、そう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 、諦めた、なんで諦めたやったのみたいな感じ。よくあの板金工場さんになんあの端っこの方に置いてあるやつでな、そう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 、途中までさパテ一生懸命やったのにそれやめちゃったパテ持った隣のところから錆びてんだよな。そうそうそうダメだっぺそれみたいな。ペーパーかけちゃうからね。ペーパーかけちゃうから錆びちゃって早く塗らないから錆びちゃってもう一回やりなしになっちゃうから、この車と同じような感じになりますから、はい、これ今日は業者オークションで高く売るためのテクニックです、うんうん、あ、じゃあ直したら業者オークションに出るってことなんですか。出ます。宣言してる。板金屋さん買ってください。お願いします。はい、一般の人はまあ手を出さないと思いますけど、そうですね、板金屋さんもしくは、はい、
輸出業者のことですね。そうですね。が購入していただけると思います、はい。まあアジアの方とかね、行くのかな、どうかな。そうだね。まあ基本は多分板金工場さんの方に行ってるんですけどね。これほら、いいとこの手ですから、はい。マニュアルですからね。はい、マニュアル。走行距離も少ないし。少ない。で普通に買ったらだって200-300万するよこれ。おー高い。実際これまともだったら。はい。うん、これまだまだ走れる車なんで。うん、プラス企画が直す手助けをするということでよろしくお願いします、はいはい。じゃあ次のね、あの直した動画も出しますんで、それまで期待しててください。じゃあ今日は以上です、はい、またお会いしましょう、はい、ありがとうございます。